姫路競馬レース展望ですこの時間は2月9日木曜日の展望を行ってまいります解説は競馬ブック北野保志さんですよろしくお願いしますお願いします2月9日姫路競馬4週目中盤戦に入っています9日の姫路競馬も楽しみなんですが遠征場2頭出ておりましてまずは何と言いましても佐賀の佐賀記念ダートグレードに挑戦しますラッキードリームこちら楽しみですよねいやもう楽しみしかないですこれはねね まあ中央の骨っぽい相手カフジオフタゴンなどね出走予定ということですけどもなんとか兵庫のね代表の意地を見せてほしいですよね骨っぽいですかわまあどうですかね私は全然骨っぽいとは思わないんですけどもね、うん、あ本当ですか、はい、もう十分勝機あるっていう感じですかね勝つでしょうあ,あそうですかねと思ってますよ。 まあこれから今年し、ダートグレードはも,もちろんその g 1もね狙っていくという意味ではまあ負けられない戦いに、ねうんはい、なしんですよね、うん。やっぱりまだまだ進化成長していく馬ですからね、これはあのイグナイターとともに兵庫県を沸かしてくれることは間違いないですからね。ね まあ、私は負けないで見てます。はい、はい、心強いです。はい、はい、そしてもう一頭ですね、えー、笠松の9レースですけども、ゴールドジュニア出走します。西健オブこちらも吉村記者と共に出走しますけれども。 まあサラキャッサリを何度言いましたもね、全勝を破ってますんでね。うん、そうなんですよ。うん、で体重がねちょっと減っててあの難易ですからね。うん、今回どこまで体重がねまあ戻ってるか、うん、そこがポイントにはなってくるんですけどもね。ええ、強いですよこのまままたね。いいですね。うん、こちらの方にもぜひね皆さん声援でお願いいたします。えー、それではここからのイメージ競馬です番組表です。 全部で12競争を行われますこのうち2レースメインの11レース神戸ビーフ特別4歳以上 B2 クラスの一戦1つ前の10レース4歳以上の C1 クラスの1組戦この2カード展望してまいりますではまずは11レースです神戸ビーフ特別4歳以上 B2 クラスの一戦頭数は10頭となっておりますでは北の坊さんの印こうなりましたまずは本命5番の名勝島頭です こちららにに来てから本当にずっと連帯を続けている馬で前走休み明けながら頭下の2着という形でしたこちらですね、うん、これは前回、ね、あの骨折だけで7ヶ月のブランクですか、ええ、それでも馬なりで直線まで入ってきて最後はまあ順調に使われている馬との差が出ただけなんでね、うん、負けましたけども相当能力高いですよね、ええ、で今回2走目ですしこれはもうまず負けないんじゃないかなとそう思ってますけどもね。うん はい、そして対抗馬は9番のグリージャーです、えー、こちら前走2着、まあ、後位あたり中段あたりから、ね、レースを進めていました、うん、前回、ねまあ、初めての姫路ということもありまして、ねうん、ゲートもちょっとうるさかったんですよね、うん、でその分でいつもより位置取りが後ろになっちゃった、はいうん、そういう影響はあったんですけどもねど、うん、もそんな中でも2着確保ですからね。うん 負けたけども収穫があったレースだとそう見ますね、うんうん、今回まあ意義爆は当たりましたしまあ、姫路も2走目になりますんでね、うん、前回以上のスタート張り込んでくれると思ってますはい。そして3番手評価の黒三角は大外10番のクリーですこちらも崩れないレースは出続けています前走は姫路の専用で 4着スタートもちょっとごっておんだか、ねうん、ちょっと煽ったんですよね、うん、まあそれだけに大外はいいかなとは思います、うん、もう一伸びあってもね良さそうな感じのレース運びなんですけどもね、うん、なかなかそこから弾けないんですけども、うん、でもまあこの度は追い切り時計も出てますからね、うん、それら考えましても当然全身あるんじゃないのかなと、うん、そういう思いですねはい。 そして、四番で評価です。二重三角は、四番のベラジオ先、こちらに打たれております。 えー、こちらね重傷でも首差の2着がある馬ですけれども、うん、前走は3着でこれは、まあ、そこの時の4着がクリーなんでね、えー、だそれ考えますと力的にはほとんど五分なんですよね。うん、それで、まあ、この前は前回うちの一番重いとこ走らされながらでも、はい、3、4コーナーあよ直線入った時やったかな、うん、一旦先頭立ってるんですよ。うんうん、だからこれ道中の立ち回り一つで もっと際どい競馬ができるだろうと、うん、そういう見方をしてます。はい、あとは白三角2頭です。まず6番のスピルアウトです。こちら前走9頭立てで5着の掲示板でした。うん、もうちょっとね。メリハリがあったらいいんですけどもね。なかなかねまあ、スタートからなんですけども、反応してくれないところがあるんですよね。うん でもまあ明らかにこの馬は姫路の馬場向きですよ、はい、だからまあ姫路シリーズ中にどこかで一発あるんじゃないのかなと、うん、そう思っています、はいえー、そしてもう一頭白三角は7番のアントラシート前走 B2 クラスで4着姫路、えー、これ2走目になりますねいかかがでしょうか、うん、前回1800ですからね、うん、なんか今の感じ見てたら1 0 0とか1500たりの方が合うのかなという気がするんで、うん、まあ改めてこ1500で。 見直したいなと思ってます。うん、はい、わかりました。展開面このメンバーだったらグリージャが行きそうなんですかね。そうですね。うん、まあ五分にスタート出ればグリージャになろうと思います。うんうん、はい、わかりました。この印ル踏まえてフォーカス解明です。は、ここはまた一点勝負ということで、五、うん、番の名将島と頭二着に九番のグリージャもうこれでいいですね、はい。もうこれでいいんじゃないかなと思ってます。うん はいわかりました姫路のメイン11レース神戸ビーフ特別発送時刻は4時5分となっていますでは一つ前の10レース行きましょう4歳以上の C1 クラス1組戦闘数11頭です印こうなりました本命9番クリニエールグラスです2着5000続きのはこちらですねうーんなかなかねメンバーに恵まれずこういうね2着ばっかりの成績なんですけどもね、えー、まあでも前回の時計なんかでもねこれ その前,に前の日でしたかね、怒られた B2、えー、の時より早いんですよね、はい、それ考えますともう勝ってくれなきゃ困る、勝てるだろうと、うん、そういう思いい思ですね、えーまあ、前走、前前走と手入れ後4連勝を飾った馬たち、本当に相手悪です、ね、い子ど <laughs> もはね,ねなんかそ、そういう相手を呼び込んでしまうのかもしれないんですけれどもね、<laughs> で,ねまあでももうなんとかなるところには来てますよね。 対抗10番瀬戸のダイヤモンド、こちらも実力は3ヶ月半ぶりになります。うんづかい効くでしょう、この馬は。うんうん、それと、あのー、去年の山特別に買った後のこの上昇度というのがすごいですからね、はい、なんかまだまだ伸びしろがあるんじゃないのかなという馬ですよ。うん、で休み前ににここれ3着なんですけどもこの時に 負けてんのがマンテーニャとパーなんですよね、はい、強いで,でパーは先週まだ解消してますからね,、うん、そ,ねそこら考えましてもね相当このまま力をつけてますよね、うん、まあいきなり休み明けでもまあ発進できる体制だと思います、はい、黒三角は五番のゆなちゃんです四ヶ月半ぶりです B2 から C1 に来ましたこの前やっぱりちょっと刺さるところがあるんでね、うん、それで前回でも追いづらかったんですよね、うん、で今回からハみを変えて で,でもスムーズに走ってましたんでね、うん、まあそこらの効果は相当ありと、うん、そうみたいですよね、能力は相当高いですよ、うん、この馬、ええ、やっぱ重賞戦線でも入ててた馬ですからね,そ,うですね、えー、そして4番手評価が最内1番のグランドジュビリーに二重三角です、3か月ぶり、こちらもこれ高級戦になりますね。うん まあ姫路のコースも走りますしポン使いも効くんですよね、うん、それ考えるとこれもいきなりでしょうね内枠に入ったという点をね、まあ、どうクリアするかだけだと思います、はい、姫路は四戦二勝三着二回というグランドジュビリーですあとは白三角2投まずは三番のロングイです叩き二層目になります、うん、前走内容からだと見るとねもう一叩きぐらい必要なのかもしれないんですけども、うん 中間の期待込みが前回あたりとちょっと違うんでね、えー、これだったら変わってきてもいいんじゃないかなと思ってますなるほどそしてもう1頭は7番ベガスバケーションですこちら秘密戦8で10着から専用に戻しますこれ前回の1008ね合うんかなと思ったんですけども、うん、帰ってダメでしたね、うん、で、まあ今回専用にまた戻すんですけどもねうん、うん、力のない馬じゃないんでま3、あ、着圏内ぐらいだったら来てもおかしくないなと思ってますはい、これを踏まえてフォーカス解明です こちら馬マタン9番のグリニエルグラスここ頭信頼で相手10番5番1番と3点となりましたなんとかここは勝ってほしいというね,うねもう決めれるとは思ってますはいわかりました第10競争4歳上 c 1一組3時30分発送予定となっています、まあ、姫路の12競争すべてそして遠征場2頭にもね正恩をお送りください、はい、解説は競馬ブック北野坊敦さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました HPHK はご覧の日程で続いていきます来週は HPHK は5周目に突入しますレース展望でした